かなり攻めづらいですよね。さあセンターの情報がありません。タケジェ、センターの情報を取りに来たところネオキング置いたがまっていました。体力ネオキング削られましたけど 3-on-3 にはできました。バスパラノイを構えてここ2人も入ってるでしょう。さあゆっくりとゆっくりとエイボを追いかけるが倒しきれない、なんで50段壁抜きラスがダブルキル。さあ現在2対0 3ラウンド目です。ここは武器を購入しているブラックバードイグニス、キャット前目レイターヘッドショットでネオキング落とします。キルミさん、こうやってワンピックファースト持ってかれるとちょっと嫌ですよね、ブラックバードイグニス。嫌ですね、まあ、武器が振りだからこそちょっとそういうロングレンジの武器でパッて覗かれてワンパン持ってかれるとちょっと嫌ですね。リコンボルト一応バレたのはリーパーブロです。オールドローもすでに破壊されています。いやこのタケジェが前に入っています。そうレイタが存在感を出してるからこそタケジェはバレないんです。ショットブレイズ進行阻止します。ポポ勝ち、なんとかレイタを倒して道をこじ開けるか。リーパーブロも切る 3-on-3 です。中央なんとか侵入に成功したのがブラックバードイグニス。そのままマーケットを通って B に展開かかったぞ。さあラズのトラップ、まだヘッドショット、時間を稼ぐ、進行できないイグニス。これがラズの戦い方です。味方を待ってラズのトリプルキル、もしくは取り返し阻止、どちらで使っていくのか。前出たタケジェ、これあれかな、スパイカメラカーボール合わせていったのかな。 B2 名で入ってきましたね。前目に出ます。 B を進行阻止して4名で目つぶし出すネークバイト。スネークバイトなんですよ。通れないフラッシュポイント、いやなんとかこじ開けたリパブロ。その正面でフロー削って下がっていけばいいんです。あとはリテイクでいいんですよ。なるほど、形は本当にアブソリートジュピターの鉄板のやり方です。進めないイグニスネオキング。まあただ一見不利ではあるんですけど、はい、先ほどから人数不利な状態から人数をイーブンに戻す打ち合いの強さというのも見せてはいますから、はい、まずはライトバック。ここでローリングサンダーをどのタイミングで返していくか。フラッシュポイント、ラフター上です。削られて2オン5、ここは使わない判断です。残ったらポポ勝ち1オン4。さあ設置解除ですね。解除阻止しようというところ、いや足元にはホットハンド、スネークバイト、ポイズンクラウドと重ねて、セリが見えちゃうと、はい、うん、プレーにも出ますよね。オイター選手とかの、はい、この昨日言ったの心臓とかも言ってたんですけど、うん、落ち着いて落ち着いてもうプレーしてほしいなと思います。集中力を取りなさず、さあそして中央での交戦、竹地が硬い、竹地のお休み、フラッシュも避けている。フラッシュポイント再び後ろからバーストカバー、視界は取れている。バースト見えない中でもスモークの警戒ショット、ポエムを落とします。フラッシュが全く効いてないですね。ワンオースリー、残ったのはB メインのオイターン。そうですね、これはもう本当バレてると思います、ね、そうですよね。まあ B なんだろうと。スパイクも落ちています。ドロップ、ミッドアクション起こしましたからね。ラズ落として中央マーケット、気になるところでしたが正面からクロー選手が、相手からの射線は通っていません。裏もつくようなプレー、最低裏ラズ1人を抑えたが、そこはオイターンしっかりカバー。ラズ落として4対4、ネオキング落としたというのが大きいですかね。そして B のメインは、ブラックバードイグニスが取れています。狭い取り返しとなるのはアブソリュートジュピター。オールドローンを回して B のメインを確認しに行くか。いや小屋の左側、バースが中央マーケット、火力が出るのはリパブロだけです。イーリコンボルト、プレッシャーをかけています。タレットは壊されている、いつ飛び出てくるかわからない。時間を稼げばいいだけ。アフターショック潰されてしまった。あとは B サイト仲間、ここでのローリングサンダー、うわうまい、リパブロがダブルキル、タケジェイが抑える。2オン2迷わずライトバック、ポートハウス、ポートハウス、銃先が見えるか、右側。ただこれ時間が、これ時間ないですね。1オン2引くしかないか。これ取れましたよイグニス。いやーブラックバードイグニス取りました。2人ポエムを、フラッシュポイントをそこから返してパラノイア、ワンウェイ使ってます。ラズ選手はゆっくりゆっくりと相手が詰めてくるのを待っています。ゲージを起動させて相手の視界を奪いました。ナノスワも入りますが、それより前、綺麗な M、 すでに裏をついてブラックバードイグニスが B サイトに侵入していきますが、大回り、ラズ選手仕留めた。サイト設置もさせません。ハンドガンポエム、なんとかヘッドショットでレーターを返しますが、バースが睡眠が取ることができて、まあ、コンディションいいっていう話さっき聞きましたね。他の3名が、他の3名がね、はい、ちょっと聞けなかったですね。なるほど、コーチ枠はこの2人全然調子いいって言ってました。なるほど、目覚めたタケジェ、ね、仕留めたぜ。そのまま待ったなしのライトバック、いくぞとともに左側を見る。これを処理されて戻ったところ、カバーに来たらバース、ちゃんと見てるんですよね。任せろ、俺もしっかり寝たぞと。サブリーズ進行ないんですよね、本当に。ブラックバードイグニス打つ手なしか。ネオキングなのかタケジェ落としていますが、4対3の状況変わりません。ラスが B を詰めている。裏を取られたネオキング、タイミングが本当にいいですね。
今のセクターアルティメットも溜まっています。ミッドにこう興味惹かれているタイミングだったので、ワンピックして設置まで持っていければローリングサンダーハンターズフューリー、ただ2名でのあと30秒どう使用していくか難しい判断です。ガーデンに侵入、超ウィンドウ、ガラスは割れている、バレないように侵入することはできるんですが、すぐさまカバー、車線かぶった、どの後バイパスピットあるかな、もう使えないですね、あもう使えないか、使ってる余裕がないですね、もう一個後ろかと思った、手前か、逃げられません、ポッポガチがしっかりハンターズキュウリ合わせていきました、うん、クリアリングを する用途での使い方だったので、上からレイター、バイクを設置、いやレイターの立ち回りいいですね、これスローで抜けていきました、敵の情報がありません、リパブロ張り付き、うん、タイミング噛み合ったか、どうだ、銃声を聞いてバースが飛び出る、リパブロ落として A 面にいるんだろ、カッカーボールちょっと食らってはしましたが、ポエム後ろから竹勢を落とす、ポポカチバース落としてラズ、ワンオーツー残ったらポエム、最後はラズのヘッドショット、ポエム落として10対1、ちょっと今竹勢レイターで連携ミスがありましたけれども、やはり人数有利をしっかり、侵入もすごかったですね、ですよね、そして再び A に、もうすでにラインとバックが上がってるんですよね、はい、これフラッシュポイント一つで出てたとしてもですね、ラインとバックラスカカバー守られた、クローもカバー、前には出させない、しっかりと竹地を守ります、フラッシュポイント一つでは足りなかったか、ラクター上カーボールホットハンド、視界が取れないリバブロ、何が起きてるかわからない、宿敵はどこだ、シャッターが閉まる、さらにネオキングが落ちる、2オン5、なぜ届かない、なぜこれほど下がる、パラノイア圧倒的な回復さを見せていく、パーフェクト第1マップ、アセントを勝利したのはアブソリュートジェプター、13対1です。しかしながらこのままリリ君のマップ、さあグリーン箱上です、リバブロ時間を稼ぐ、下にはレイター、3名でしっかり囲い込んでいました、いや5名でそのまま進行していくのは B、イエロー側から車線を通してがポッポガチ、ここでもフィジカルの強さ見せていきます、さあ迂闊には詰めれないか、アブソリュートジェプター、もう寄れているっていうのがポイントですね、はい、設置が少ししにくいと思います、ただ正面からの打ち合いになってしまいます、正面の打ち合いになるとさすがにね、はい、火力差が出ますね、うん、こういったところですね、リア、そしてブルドック、相手の位置は掴んだ、自分がフェイ、ここでパレット付近まで侵入、ネオキングパスボラット、その竹地を落とします、ラズガビー油断したリパブロ横から仕留めます、中部下ではレイダー、中央を取れているのはアブソ、見えた今のボイラー、ヘッドショットネオキング落とします、素晴らしい夢でしたね、ちょっと見えてませんよ、いやさあ4対2、グレネード展開、ナロサム、いやいやクリアリングルしかもロックダウンも貯めていきます、完璧な決め打ち、バースはいつも通り設置するだけです、104、これキルミーさん、ポイムもう行く必要ないですかね、そうですね、まあちょっときついですねこれ言ってですよね、仮に来たレイターヘッドショットはポイムを落としめてくるのをしっかりロックしています、武器は取られてしまいましたけど被害を最小限に抑えつつ、はい、相手の全体の動きを捉えてスムーズに A に入ることができているので、広く展開もできていますので、アブソルートジュピターとしては、まあ、正面ですかね、 A スクリーン側、そしてラフター側をあえて開けています、引いて守っていますね、あの位置が強いんですよね、深くまでこう前に詰めないと、はい、取り返せないんですよ、そうなんですよね、サイトだけではなくてこれを超えてネスト側まで顔を出していかないと敵を捉えることはできません、ベルトに乗ってる選手が会場位置打てるっていう、はい、まあ、ネストもそうですね、はい、かけてプレッシャーをかけていく、リア、ここが通りやすい、ただ置いたかかば竹地落としかけます、できないですね、会場は迎えていない、なぜならラズが飛び出てくるから、2ヘッドショット、さあここは武器を持ったポエムとしては次のラウンドに武器をセーブする判断です、うん、温存します、困りますよ、フラッシュポイントを避けて、いいね、これですよ、なんだよ、強すぎる、いやー今の初段ヘッドショット、あれはどうしようもない、ポエムとしては受けれない、そして B に進行、唇を切ったように走っていくリパブロ、そして置いた、タレット展開、寄ってきましたね、サイトで守り抜けるかどうか、壁の向こうにはバースがいます、抜けれたのがでかい、ポポカチのハンターズフューリー、
進行阻止する。後ろからネオキング、イエローを潰しましたね。雪だるまオメンダブルキル、オペレーターが刺さっている。チャンス到来ですね。これオーメンの位置を掴んだ。最後の残り1枚、うーん、お見事。使用したのはラズです。このロックダウンを破壊することもできません。ハンターズフューリーポポカチはありません。ネオキング、ネオキングが勝った。スケラレーダーを落として捕まるか。ただ逃げないですよこれ。逃げれないですね。ネオキングが捕まってしまう。探すだけじゃ俺の獲物はどこだと。スモークの中を渡ったのアップドライ。ただドム逃げてきた。タケジエースクレイン2人を持っています。ポエムがカバー。3対3 3-on-3 です。おいたん裏からですが見ているクロー。グレネード、グレネード展開。空枠はいしてますね。うーん、完璧ですね。そうですね。ナノスワーム、リパブロがダークカバー。壊したか、壊せましたね、うん、いけるか。ポエムが壁になりたいところ。リパブロが倒される。そしてポエムもここからですよね。そう、まあ、ジュピター側としてもオペレーターが怖いんで簡単には前に行けてないんですけど、はい、どうでしょう。ポエム詰めてますよ。おお、一旦よく粘った。後打ちではありましたがヘッドショットでラズ落とします。バースはそのまま B サイトに設置。設置さえできてしまえばかなり。ただこれレイタ選手も嫌なとこいますね。中部下、あと中央から取れてるんですね。そうですね、これですね。ここでポエムが取れば見事です。エリアを取れているのはブラックバードイグニス。設置さえしてしまえばこのイエローをうまく使えるので。うーん、少しタイミングずれたか。顔出した。おいたんポポカチが倒されます。ポエムがすぐさまタケジェイを倒しますが 2-on-3。 ここでもバースが粘る。すぐさま逃げていく。俺たちは時間を稼ぐ。それのみだ。素晴らしい。待ったなしのパラノイア。 2-on-2 敵を探す。アブソリュートジュピターがさ逃げていく。ブラックバードイグニスは敵を探す。解除に向かっている。ハーフまで行った、うん、そこを狙ったのはクローバース。アブソリュートジュピターラージ選手が裏見てですね。そう、ここでお師匠さんポエム一致バレてなかったですからね。いいオフアングルです。3対4人数差、有利ならブラックバードイグニス。この人数差生かしたい。うん、合流して素直に A 攻めですか。 A スクリーン抜けて入れさせて、あーでもしっかり見れてはいるか。入り込んできたところ、 A 深くまで入り込んできたところをラフター下から仕留めようという判断。まずは1人、クローがポエムを返しました。この状況だとアブソリュートジュピターちょっと詰めていくので不利かなとは思ったんですが、うん、しっかり一人返します。リパブロはフリー。いやー、後ろからラズがカバー入っています。どうしよう、設置位置はそれほど強くないところなので、はい、あのナノスワームを早めに使わせれば。タケジェの位置が嫌ですね。いやー強い。シフトできません。下がったと見せかけて実はまだ前にいますぞ。 1-on-3 残ったのはポポ勝ち。囲まれています。後ろにも敵がいる。そんな状況わからない。敵の情報がない。お、ショックダーツでトラップ破壊しましたか。さあそのまま解除に入ります。ハンターズキュウリ、相手の位置は分かっている。うん、獲物はお前だと。敵を追いません。うん、これは解除させなければいい、ね、そんな状況。ポポ勝ち。ラズを落としましたがクローがポポ1人2人でも潰せればというところですね。これ2人見えましたね。後ろからのカバーバース、クラウドバースをその中に入って相手の後ろをついている。いや正面でも構いません、うん、ショーティーの距離。ポエムがダブルキル。バースの視界は取れていない。 3-on-2 まだレイタが生存中。厄介ですね。相手とポジション逆になりましたね。設置ができない。リパブロ体力さんでそのまま意地の設置。なんとか設置まで持ち込んだ。ポエムが3人抜き。 2-on-2 時間を稼げるか。目つぶしだ。リパブロ体力3で返した。残ったらバース 1-on-2 登った。バレているか。案外気づかない。気づいてない。体力がない。これガーディアンが落ちている。でもこの守り方理にかなってるかもな。先ほど僕が言ったんですけど、はい、その人数がある状態で設置するとかなり有利になるなと思ったんですよね。はい、1-1交換でも、はい、なんかいい気がしました。最終的に3対3ぐらいになればなんか設置させても繰り返しやすいかなっていう。なるほど。むしろ引いて引いて相手を入れさせて自分たちの命を大切にしすぎた方が取り返し、もしかすると難しくなると。そうですね、うん、
倒されてもいいから相手を一人倒せれば、うん、そうですね、削ればチャンスがある、そんな気がしてます。はー、ただ言われたらちょっと結果、なんか繋がってる感じしますね。そしてショックボールトーク、これは固め方が素晴らしいです。体力がもうない、ここがチが返す、マッチポイントとなってしまうのか。12対3、ピタはどこでだったら自分たちが1対1正面から打ち合えるのか、自分たちが得意な状態で打ち合えるのかというのを把握してると。そうですね、正確に把握できてる。スモークのキッタ、ケジェヘッドショット、お見舞いです。しかもよく見るとちょっとワンウェイっぽくなってましたよね。なってましたね。なって、たまたまかな、どうなんだろうかな。いや、はい、これ定番のワンウェイです。ああ、なるほどなるほど。おお、さあここはタケジェ無理して飛び出しすぎたか。ネオキングがマーシャルです。マーシャルヘッドショットですね。4対4。でもこれもユキショさんの言われた通り、1人倒して1人倒されてと、うん、なんとなくそんな気はしてますね。うん、アブソルトユキタには珍しい、こう防衛側でゆっくり1人が詰めていて1人を潰すみたいなシーンがありますからね。できるんですよね。そうか、壁抜きてるっていう感じですよね。クロー、あと1人、クロー、絶望的クロー、壁抜き通キル、そのままラウンド取って勝利です。アブソルトユキタ第2マップアイスボックスを勝利で収めていただいた。クソ、でも使うのは大好きなんですね。あ、特にあのガラクスコイスです。なるほど、うん、これバッキー使用者増えますね。結構ね、今までの大会とかですとまたバッキーかみたいな言われるんですけど、これ言われちゃうとね、全ラウンドバッキーでいう可能性もありますね。バッキーセーブですね。おー、いいエム、いいですね。ポエム先端も出ています。ダブルキル、3人目とはいかない。バースがしっかりキルを取ってきます。ただその武器の回収のところ、もう一つ車線が通っていれば、いや通っていない、これフリーで回収される可能性ありますね。だかばバンガローを奪われます。この特徴として光線距離近いんで、お互いにエコでワンチャンあるっていう、はい、ある意味面白いマップですよね。シェリフ一撃の距離ですからね。そうですね、どこで噛み合っても当たるっていう。リパブローがいい位置、もう C はない、あとはワイヤー壊される、もしくはワイヤーにかかった獲物をリパブロが捉えると、 C をうまく、 C サイトをうまくコントロールできています。相手のトキシックスクリーンをもう生かして自分のものにしているかもしれません。ただバース索敵は怠らない。素晴らしい、きっちり決めてきた。足音を立てず侵入、ここで落とされてしまうとフリーになるのはブラックバードイグニス。ゲージャーさんのグループ、いや、エコラウンドながら有利な状態まで持ってきましたよ。とんでもないですね。だから、はあ、いけないかな。ハンターズ有利もありますからね。そうですね、はい、順番に時間を使って戦って、最悪の事態はハンターズ有利で対処するという、うん、リコンボルト飛び出してきたのを、大板を狙い撃つ。その後リロードのタイミングはありませんが、ラズがカバー。でここでおそらくローリングサンダーも来るんじゃないかなっていう読みですが、もうワンデッド待つかな。さあライントワーク情報ありません。おお、クローが先手のバイパースピット。そうですね、これが強いんですよね。ショックボルト取り返し非常に難しいですね。アルティメットを切らない判断になるか。イグニス、バイパーズピットの中にブリッジのウルト打ってもちょっと、そうですね、はい、これは相手に先に使わせたという判断でいいのか。ただハンターズ距離は切りました。ポップ勝ち、その後ろからネオキングダメージをもらいながらアップドラフト、何も見えない。うーん、そうなんです、クローピット、あ、でも倒せた、クローの戦場を任していますけど、だいぶ時間使いましたよ。そうですね、もうラズも粘る、残ったら追いだん、そしてネオ、まあ、今のメタなんでそれを完全に読み切った作戦でしたね。設置さえしてしまえばもうワイパーのスピードがあったんで、はい。そしてまたローリングサンダーポエムが回転率が悪くなる、使わせられないと、使えないという状況が続きます。完璧な配置ですね。そうですね、ロング側、そしてガレージ側も入る余地がありません。ブラックバードイングス、あとは出てくる相手を借りたい、まあ、一番行きやすいのはガレージだと思うんですけど、ただカバーしやすいので。最後の残り、おー、ラズラズラズ、またラズらしいショットが。レイタ選手どのタイミングで裏取ってくるかもちょっと嫌ですね。ローリングサンダー、お、これは考えましたね。ローリングサンダーを打つことによって解除できる状況を作りました、はい、そしてスネークバイトで、あれ、解除、解除は成功します。あ、成功しますか、はい、だから本来その解除、ね、はあ、索敵せずそのまま設置、スポーン側には詰めませんでした。時間もないという判断でしょうか。設置を優先しました。人数差変わらないことから顔を出しません。アブスルジプタ開始でスネークバイトを打
いてるので解除に時間が。おー抜いた、抜きましたよ今。体力1で抜いた。何があるかわからない。生存していれば逆転のチャンスはある。ワンオーツー、さあそういうこと、うん、このパラノイア2人には刺さっている。いや3人か。いやーこれは1人ではどうしようもなかったか。ダワースタのフラッシュ、ポポガチが飛び出ます。 A サイトを守り抜く。そして10秒シフトしてるのは B。 逃げられないぞ。ハンターズフューリー、そして追いたかしいリンク。何としても何としてもラウンドを渡さない、そんなブラックバードイグニスの。スイッチ間に合いましたからね。意地を見せました竹ジェイ。このカーブボール一投がどうなるか。150キロ、150キロのカーブボール。味方に当たってるか、それも利用する。おレイダーが抜ける。やはりこの男が粘り強い。エース、エース先にホットハンド、左側をグレーディング。さあ正面から向いていく。レオキング、レイダー落として、レオキングダブルキル。ポイズンクラウド、ここは詰めにくいか。ブラックバードに狭いには攻めません。ラズが裏を取ってるダブルキル。人数差あったのをイーブンにした。3対3ポポ勝ち。どのタイミングで出る。相手はスイッチ中。その奥だったか、ダメージを入った。いやわずかにそのカバー。ワンオースリー、遅れた大井さんが登場。ラズのラークが本当にいいように機能してますね。はい、さらには後ろのスパイカメラで B にいることも分かっています、完全なトラップ。情報を掴んでいるのはアブソルトジェピター。情報がないのはブラックバードイグニス。大井さん、リーダー大井さん、うまくダメージが入らないところを避けていきますが、ラズ選手 C は入れさせる判断です。そうですね、リテイク用のカメラです。はい、4名目の取り返しです。アラボット、アラボット。さあここで再びカメラを確認、そして破壊されます。スネークバイト、前に出れないのはリパブロ、広がれません。動けなくなりましたね。さあロング側の車線も切られて、ラズポポ勝ち。キルを取り合ってバースがすぐに重ねていく。2オン3、状況分かりません。いや3対3、クローはまだ体力残ってますね。3対2、ガレージを抑えていくか。大分が走る、ロング食弾圧、レイダーガレージを守るか。大分がダブルキル、体力4。しっかりとクラウドバースを2つといて、パラノイア出てきたのはバース、単独、これが戦車。戦車のポエム、そして合わせたロックダウンです。置いた、後ろから左手を落とす。ラズは戦うんでしょうかね。ラズはこれ逃げれないですけど、そうですね、これただ追いかけてくる。いや味方のカバーも入りませんね。いやワイヤートラップ、無理に追いかけません。ブラックバードイグニス4名でしっかり設置後配置につきたいところです。そして3名で取り返し、アブソルトジピター。重要なのはオイタンのポジションです。ガレージ側、そこに合わせたドローン、よくここに入ることはあるんですけど、ガレージが来た時にそれの裏を取るという。ガレージ、中央ドア2人で取ってます。ここですね、タイミング早かったか。いるだろうと予測のもとか。いや竹 J が強すぎたのか。ダブルキル、人数状況は入れ替わります。3対2、アルティメットはありません。フォールドライン、ポイズンクラウド、解除中の相手が見えない。クローが見えない。おっ、でも抜きましたよ。どうだ、ラズが守る、壁になる、ダブルキル。ロング強気には出ましたが、3名で、いや今2度目、素晴らしいエイムです。今レイダー選手対応できませんでした。ネオキング、そのまま A を突破して、もう1人クローがいる。第3の矢設置中、頭切れた。ヒロイド、うまくいっていった。下水道、トキシックスクリーンでサイトの裏は情報をつかませないように動いています。ここまで取り返しの準備はできている。カーテン越しネオキング、そのままオープンと同時にラズを仕留めました。いやネオキング乗ってきましたよ本当に。残ったらバースクロー、ボットがやられた。おいたん、いやこれちょっと危ないかも。一人倒せ、ワンオンワン、時間がまだ結構あるんで。おお、なんとか守り抜いた。おいたん位置もバレてしまうと。さあ今カメラの位置かな、カメラの位置は分かりました。これ素早く A ですか。少しポポ勝ちが遅れ目ではありますが、 A サイトランイットバック、ここのタイミングでのランイットバック非常に嫌ですよ。カーボール、おっとハンド上から設置が止まらなかった。前に出てくろ、捉えきれない。ハンターズフューリー、ブラックバードイグニス、よこせ A サイト。トキシクスクリーン消えたところ、相手の姿もありません。バイパースピットもある。どうする、左側は竹ジェジャンプピーク、ロング裏を取れてる選手はいません。全て正面からの取り返しです。オイタンがヘッドショットバースを落とします。4対5してくれてます、ね、ローリングサンダー、これですね、相手を掴ませたという判断でもいいのでしょうか。ニューラルセクト、確実にこのラウンドを取りに行きますね。ラズがブラックバードイグニスの位置を掴みます。ワンチャンやれたらやろう、そんな判断か。ラズポポ勝ち、オイタンキルを取り合って2オン2。さあ残ったのはオイタンです。レイターワンオンワン、
もう間に合わないですね。ハーフまで行ってればというところです。崩された、おいたん最後レイターを仕留めてラウンドが並んだ。9対9追いついた。クロー選手のバイパースピット、これはいけない。しかも裏取りがそろそろ到着するぐらいのところまで来てますよ。守る場所が、いや攻める場所がない。追い込んだ。ただ上2人同時に倒した。今のバースも落としました。バースも一緒に落としました。ただ A には侵入できていません。ブラックバードイグニスが押し込まれています。ローリングサンダー、これは使うしかない。そんな判断か。ポエムブレンストーム、後ろにはクロー、クロー、クロー強い。ドリブル切る。やはりこの海の中に入ってはいけない。いやクロー、これはビジネスではない。楽しんでいる。倒させろと、俺の元へ来いと引き込んだのはクロー選手。ドリブル切るです。あと30秒、味方を救いました。残ったのはポポ勝ち。これで、はい、消えましたね。バイパーズピットが一定時間離れていたので、ワンオースリー圧倒的不利です。スパイクを発見して、レイタ少し迷いも見えますが、はい、ヘッドショット。武器がもしかすると弱いかもしれない。そしてこの B の手前まで取りたいというところで生サーモンを使いました。いい扉裏待機対策ですね。もう一度入ってる可能性もありますよ。ああ、そうですよね。ラズ入りました ね、 そうですね。今のがあるから、うん、まあ、安全に入れるという狙いですよね。ここをさらにその先を読めるか。いや、もう安心してると思います。張り付きはない。その先を読んだラズ、眠ってなかったニューラルセクト。いや、ニューラルセクト使えたの大きいけど、ただ相手の位置は分かっている。復活してる。硬直は解けている。ラズ強すぎる。ドリブル切る。ハンド側に持ち替えてまだ耐えている。侵入できない。おいさん、さあクローがカバー。ワンオーホー、そうやすやすというその悩むソレートジェプター。オペレーターなんですよね。オペレーターで4人抜きは難しいぞ。体力は削れている。オーバータイムとなるのか。見えた。ラズがヘッドショット。ボボ勝ち。インドアにパラノイア、顔を出せない。ポエムが車線を通している。よくそこに狙いましたね。そこをポイズンクラウドで切っていく。すべての車線が切れています。いや、接地位置が強い。タワー下、ウーナロスワーも落としていますか。潰せなかったか。クローに少しダメージ入っています。いやー、この設置位置ほんと強いんですよ。5-5ショックボルト少し奥だったか。おいた顔出せません。あるけど、ただ HP は削れてるので、はい、全然まだ可能性はありません。スネークバイト、ここから7秒動けない。ラズがリパブルを落として、何が起こっている。リードしていたブラックバドウイルス、どうだ。羽をもがれたか。バースバースバース、ドリブル蹴る。これが戦車、ジュピターの戦車。そしてまだまだ勝たしてくれない国内の大会。直近ではアブソリュートジュピター、おお、勝負して、優勝は取れていませんでした。いや、2位交換ですよ。公式大会取りに来るか。3対3、状況はこれイグニス有利ですね。ただ C にカメラ残してるんで、しかも見てください、これ3人でもグレネード展開。ブラックバドウイグニス取れば延長。あ、うまい。いい破壊。壊したのでかいですね。アブソリュートジュピターが取れば優勝。リテイク時に相手の配置が分からなかったです。パラドン、いや、これガレージ、ポポ勝ちが、これいい位置いますね。いい位置だ。ポポ勝ち試合取った。ヘッドショットライン避けた。さあ、では3対2決めるか。アブソリュートジュピター、どうだこれ。いや、でも俺、そうですね、人数差あるんで潰しに行ってますね。ワンチャンかけてますね。リパブロ置いた。2人で裏を取りに行きます。いや、見てのランズ。さあ、ワンオースリー決した。決めるか。決めた。リパブロどうだ。リパブロ1対2耐えれるか。時間がない。リパブロ時間を、いや、これロングセッチだよ。決めた。ファンの皆さん渡した。俺らがやはりナンバーワン。